大変だったのはやっぱり時間の管理がめちゃくちゃ大変です。まあ平日やっぱり普通にフルタイムで働いてるので、どうも皆さんこんにちは、ゆうりでございます。皆さんこんにちは。はい、ということでですね、皆さん本当にお待たせして申し訳ございませんでしたって何回言えばいいでしょうか、わかりませんけれども、皆さん本当にお待たせして申し訳ございません。今回はですね、皆様に質問をいただきましたものに対して回答をしていく Q&A でございます。皆様本当にね、たくさんの質問ありがとうございました。約ですね200件を超える質問をいただいていたんですけれども、そちらの方からですね、本日はいくつか抜粋して、そしてジャンル分けでね、またねお答えできればなと思っておりますので、最後まで見ていただけると嬉しいです。それではね、もう前置きが長くなってもあれなので、もう早速いきたいと思います。レッツGo! 営業女子1年目のものです。仕事をしていて一番嬉しいと思うこと、逆に辛いと思うことはどんなことですか？嬉しいことは、こう名刺1枚持ってるだけでもういろんなこう会社に行けることとか、あとはなんかゆりさんだからとかっていうような、あのちょっとありがとうとかって言われるのは単純に嬉しい。人として、営業としてじゃないかもしれないけれども、人として嬉しいし、あとまあ大きななんか案件とか決まったりとか、なんかうまく数字を積み上げられた時は普通にシューってなる。で、辛い時はまあね、追いかけられるから、何かにこう目標をね課せられてるとか、やっぱこう稼ぎに行く役目の人たちだから、そういうプレッシャーには結構弱めです。次です。今の会社を選んだ理由と仕事の1日のスケジュール的なのが知りたいです。まず今の会社を選んだのは、まあ業界的にちょっとやってみたいなって思うことだったので入りました。で、入った決め手としては、人事の方がもうすごくなんか気さくで、なんかこういう人たちが人事にいるんだったらなんか楽しそうだなとか、で、あとは社員の人たちと喋っていく時とかに、その人たちにとってその会社の人たちってどんな風に見えてるのかなとか、例えばもっと管理職の方がどういう風な感じでその人たちのことを見てるのかっていうのとかも聞くようにした時に、ああこういう会社で働いてみたいなって思ったので入りました。で、あと1日のスケジュールなんですけれども、まあ、朝出社して、午前中ちょっと事務処理とかメール処理して、午後に2件ぐらい打ち合わせ行って、帰ってきて、まあ、残務処理したりとか、仕込みとかをしたりするみたいなイメージです。普通です。ストレス発散方法はありますか？急に一人が寂しくなった時に対処方法はありますか？ストレスの発散方法に関しては、まあ、歌ったりとか、踊ったりとか、まあ、踊ったりは違うか。まあ、でも家に帰って自分の時間を大切にしたりとかして、休みの日は一人でビール飲んだりとかしてますね。あとは友達に話したりとかするようにしてます。で、急に一人が寂しくなった時も友達とかに、まあ、頼れる人とかに連絡したりして、まあ、その悩みじゃなくっても、ただただ笑える時間を増やすようにしてます。職場で苦手な人がいる場合、その人と付き合い方やその人間関係を良くしていきたいときはどうしたらいいですかっていうことなんですけれども、正直苦手な人って絶対生きてたらさ出てくると思うんだよね。でもそういう人たちって別にさ、プライベートでずっと一緒にいるっていうわけではないし、まあそのお金を稼ぐというか、まあ会社からね給料をもらって働いてっていうような環境の中にいる一メンバーだと思って、まあうまく付き合うようにしてるんだけども、まあ必要最低限のことは喋らなかったりとか、まあこういう人もいるよなっていうような、まあ諦めというか、まあ仕方ないよなっていう、まあこういう人にならないでおこうっていうような感じで接してます。で、あまりにもこう入り込まないようにしてる。いいですいいですって感じ。そういう風になんか乗り越えるのも、社会で生きてくのにあたってはまあやらなければいけないというか、まあ必ずね通る道だからね、すごい大変ですよね。でももうどうしてももう無理ってなった時には、まあ違うね、まあその上司の方に相談したりであったりとか、まあ転職とか、まあその人間関係でそうなるっていうのはすごい悔しいことではあるんだけれども、全然よくあることだと思うので、ご家族だったりとかと相談して決めていくといいんじゃないかなと思います。就活していて割と勤務地を重視しています。東京とか嫌なんですけど、住んでみてどうですか？同じ九州出身なのでお答えいただけたらと思いますってことなんですけれども、東京ね、私もね最初はね、まあここは住むとこじゃねえなとかって旅行の時とかねすごく思ったんですけれども、実際に住んでみてねすごい楽しいし、確かにねお金はなくなるんだけれども、まあそれ以上に得るものも多かったりとか、まあミーハーな私にとってはまあ最高って感じです。3番におめでとう
はゆりちゃんいつも元気もらってます。就活中なのですが仕事を選ぶ上でやはりお給料は大事ですかね。ゆりちゃんのご意見が聞きたいです。大事です。間違いなく大事です。3万人おめでとうございます。ゆりさんは営業されていますが YouTuber は副業なんでしょうか。 YouTube のことは会社には言っていますか。もうこれはねマジでねいろんな人に言われたんだけど、急に鹿児島民だったびっくりした。マジでねいろんな人に言われるんだけれども、本当に副業としてやっています。あの会社に勤めてるし、その副業としてやらせてもらっています。本当にありがたいことです。でうちの会社は副業 OK なのでやってるんですけれども、会社の人たちももう YouTuber っていうことはもうほぼ全員知ってるんじゃないかなと思いますすいません、本当に自由にやらせてもらってますって言って、本当にもうお礼しかない、いや感謝しかない。言葉、今就活真っ最中なのですが、もう一度就活するならどんな業界に入ってどの職種を選択しますか。ぜひ聞きたいです。いやもう一度やるとしたら、もう一回ちょっとアナウンサー頑張ってみたいなっていうのはあるね。でそれで地方局の、アナウンサーで自分でいろいろ企画して自分でいろいろ発信できるアナウンサーになりたいなって思います。たまにおめでとうございます。憧れていたアナウンサーは誰ですか。またアナウンサー試験に合格していたら同期は誰でしたか。憧れていたアナウンサーは、まあ、正直言うとねあんまりいなくて、でもめちゃくちゃ個人的にすごい好きなのは、林美奈穂さんがめちゃくちゃ大好きで、私ビビッとめっちゃ好きなんですよ。てか TBS のもうテレビがもうすべて好きで、朝からね朝ちゃんに始まりビビッとに始まり、もうすべて好きなんですけれども、昼帯とかね、でそれとかに出てる時のあの林美奈穂さんがめちゃくちゃ好きでした。で同期はあの山本アナとか山形アナとかになるのかな、 TBS だったら。すいません TBS 推しなんで申し訳ないです。ゆりちゃんが YouTube を始めてみて二足のわらじで大変やったことと、逆に始めてよかったこと聞きたいです。大変だったのはやっぱり時間の管理がめちゃくちゃ大変です。まあ平日やっぱり普通にフルタイムで働いてるので、なんかやりたいことができなかったりとか、まあちょっと平日の企画としてやりたいことがあってもできなかったりとかっていうのはめちゃくちゃ大変だし、あとは睡眠時間がめっちゃ少なくなった気がします。で逆に始めてよかったことは、もうなんかなんだろう、今までずっとこう何かを発信したい、何かわからないけど発信したいんだよなっていう気持ちをこういう風に発信して、それでいていろんな人からこうリアクションをもらえたりとか、いろんな言葉をいただけるっていうのはなんかすごい人生にとってあんまりないことだと思うし、いやでもいろんな人ができることであるんだけれども、なんかこんな人生想定してなかったなっていうのが、毎日がすごい新しい感じがします。だからなんかもっともっといろんなことに挑戦できるんだなっていう自信がついたりとかっていうのは、まあ、YouTube をやって生まれた感情なので、本当に良かったなっていう思いでいっぱいです。二足のわらじを頑張って生きる理由が知りたいですっていうことなんですけれども、これはね単純に楽しいし自分がやっていきたいことだからこそやれている気がします。てかなんかその YouTube の活動だったりとかっていうのがなんかエネルギーとなってすごい毎日をこう生きていけるというか、なんかすごい重たいんだけれども、そういうのじゃなくって、なんだろう、なんかそれがあるからこそなんかやっていける、毎日キラキラ頑張れるみたいな感じがします。まあキラキラじゃないんですけどね全然。自分との向き合い方どうやってますか。もう迷走してわからないゆりちゃんなりの向き合い方知りたいです。もうこれはね完全にね一人になる、なんか人の意見だけでこうつなぎ止めようと思ったら結構無理があるから、もう本当に意図的に一人になる時間を私はめちゃくちゃ作りました。なんか休日とかもわざと一人にもう予定とか入れないで一人でこう公園に行ってみたりとか、一人でどっか行ってみたりとか、なんかね本当に自分がわからない時ってどこ行ってもなんかすごく誰かに共有したくなったりとか、誰かの意見を聞きたくなったりするから、パシャって撮ってここ来てるよとかっていうの言っちゃうんだけど、一旦そういうのとかやめて、あこのなんか関係というか今の状況はこういうことだなとかっていう、もう本当に考えるなんか時間をすごく作った気がします。でそれは今もなんだけれども、なんか前はすごい意識してやってたかなって思うんだけど、今はなんか意識せずともこう向き合えてる感じがするので、最初はちょっと大変かもしれないんですけれども、そういうのもいいんじゃないかなって思います。たまにおめでとうございます。早速質問ですが、夜ご飯の作り置きはどういう風に考えてるんですか。よかったら教えてください。これからも応援してますということで、ありがとうございます。夜ご飯の作り置きはもう完全にスーパーに行って、あこれとこれ作れるからこれ作ろうみたいな感じだから、まあ食べたいというか、まあ簡単だしこれ美味しそうだなっていうのを作るようにしてるので、まあ事前にこうスーパーに行く前に考えたりとか本当にしません。よっぽど食べたいものがあった時とかはするけれども、食材を見てあこれ作ろうっていう風に感じしてます。
三万人おめでとうございます。ゆいちゃんの私服を見たいです。お気に入りのブランドがあれば教えてください。私はね、ユニクロと GU が本当に大好きです。特にユニクロはとても好きで、あと普通のブランドだったら KBF、 アーバンリサーチ、カスタネ、センスオブプレイス、ニコアンドとかが大好きです。うん、意外とほとんどなんか安くで買える服だったりするので、ぜひおすすめです。ゆりちゃん大好きです。いつも動画に癒されてます。早速質問です。平日の夜ほぼお仕事終わりで自炊されてるのでしょうか。平日の夜は外食されることもありますか。平日の自炊の割合を教えてくれれば嬉しいです、っていうことなんですけれども、ですね、ほとんど作り置きしたのを家に帰ってきてただチンするだけとか、あとレタスだけ切るとかっていうのが多いです。なのであんまり飲みに行ったりはしないかな。決まって行くっていうのがあれば行くんですけれども、なんかそういう飲みに行こうってなる時以外はほとんどその日曜日に作り置きしたものを食べてます。割合で言ったらどうなんだろう、 7-3 ぐらいなんじゃないかな。1ヶ月トータルで平日だったら 8-2 ぐらいか、 8-2 ぐらいが自炊なんじゃないかなって思います。まあ、簡単なやつの本当にもう切ってやるだけの本当にもう、はい、朝ごはんはご飯派、パン派、タロイモ派。タロイモって何？ご飯派ですね。パンはお腹すくんで、普通に考えて。学生時代は何のアルバイトをしていましたか？学生時代はもうホテルの配膳スタッフというかを、宴会も婚礼もやってました。2年間で、その後にアイスクリーム屋さんで2年間バイトをしてました。どっちもねきつかったけど楽しかった。マネージャーのミキさんと仲良くなったきっかけは何ですか？ということで VTR どうぞ。どうですか？私たちは完全にお仕事の始まりはきっかけはね、お仕事ですよね。同期として関西で就職内定もらって、そこから一緒に東京配属になったので、関西から東京に一緒に来たみたいな感じですね。でも抜群に仲良くなったの、何がきっかけ？でもさ、いつやろ。でもさ、内定式からの花金の、確かにそうやんな。こっち来てからやんな絶対、こっち来て初めての花金やん、絶対そう、絶対花金だよね、うん、初めての花金の時に同期が5人ぐらいいたんだけど、その時にで、そのなんか初めての花金で渋谷でめっちゃ飲んでてわーってなってたんだけど、一緒のタイミングでトイレ行った時に、ねえユーリー頑張ろうみたいな、そうやミキ頑張ろうみたいな感じでさ、でそれでなんか2人で抱き合ったよね。そう、めっちゃ懐かしい。渋谷のどこ行ったな。そう、汚ねえ、なんか意味不明な、なんかタバコ売りつけられたとか、そう。そこで仲良くなったのがきっかけです。他なんかある？頭有利の失礼。でもそれがめっちゃ引き金はあるよな。ユリの失恋によってめちゃくちゃミキを頼ってもうミキがいないと生きていけないみたいな時期あったよね。あった、やばかった。でそれでミキのおかげでなんかお母さんともすごいなんか仲良くなってあんたそんななみたいな、最終的に残るのはお母さんやねんって言って、そんな言い方してないか。言われた。そんな感じです。懐かしい。以上？うん、以上です。なんか言うことある？あ、ない。韓国にハマったきっかけは何ですか？またゆりさんが思う韓国の魅力は何ですか？ツワンコかわいいって言って、はい、ということでこちらなんですけれども、韓国にハマった理由は2009年のね夏だったかな。あれはね、音楽チャンネルをね CS で見ていた時に東方神起が出てきて、そこで好きになりました。もうめちゃくちゃかっこよくて、今まで東方神起っていうのはいたと思うんだけれども、なんか韓流イコールおばあちゃんたちが好きみたいなイメージがあって特に気にしなかったんだけど、もうその時ね見たね東方神起を見て衝撃が走ってビビビってきて、今までそれまでねジャニオタだったんだけれども、ジャニオタからもう韓国まっしぐらっていう感じになりましたね。でそっからまあ第1次第2次第3次とあったんですけれども、まあ全て今も好きで居続けております。だから東方神起、シャイニー、ビッグバン、21とかから始まった感じかな。少女時代とかからとかね、もう本当に懐かしいわ。10年経ちましたんでね、もう本当に私もびっくりしました。5年ぐらいかなと思って振り返ったらもう10年かーいみたいな感じでねびっくりしたんですけれども、そんな感じです。で私が思う韓国の魅力は、なんか韓国ドラマとか韓国のバラエティとか、もう
曲とかもね全部聴いてるんだけれども、思うのはなんかすごい感情を表すのがなんか日本とはまたちょっと似てるようで似てないところがあって、結構直接的にこう気持ちを伝える部分とかがすごくなんか素敵だなと思っていて、そういう文化とかにすごい惹かれるようになりましたね。いや、なりましたっていうか惹かれています、今もの。なのでなんかいいところは真似していきたいなって思うし、なんかそういう文化にこう触れるっていうのもなんか自分の中ではすごい刺激になるので、なんか、うん、答えになってるかな、わかんないんですけれども、大好きです。自分は韓国ドラマで屋根裏部屋のプリンスと華麗なる遺産が好きなんですが、ゆりさんのおすすめのドラマはありますか？これはですね、私はですね、実はネットフリックス、DTV、アマゾンプライム、UNEXT に加入しているんですけれども、もうね、そこでね、韓国ドラマ私も見まくってるんですよ。その中で好きだなって思うのは星から来たあなたと、あとは最近見たやつでね、もう今までのことを考えたらもうそれはもうキリがないんですけれども、星から来たあなたは結構たまに今でもフラッシュバックするぐらい覚えてるのと、あとはあの子は綺麗だった、彼女は綺麗だったっていうのと、あとイ・ジョンソクのあなたが眠っている間にっていうのをマジで大好き。最近見た中でそれがもうイ・ジョンソクにマジでハマってるから、もうみんなも見せたいじゃないけどね、もう本当に大好きで、あとサンマイウェイも見て、もうパクソジュンとイ・ジョンソクがマジで本当にたまんないです。ありがとうございますっていう感じですね。なので本当に、あとロマンスは別冊付録っていうドラマもめちゃくちゃ面白かった。あれは甘口辛口中辛で言うと、まあ甘口カレーぐらいの感じなんですね。すごいさらっと見れる。で、星から来たあなたは結構辛口で、あとね、あなたが眠っている間にも結構中辛と辛口の中間ぐらいで、結構厳しめで、多分トップケビとかも結構辛口というか、まあ、ちょっとこの辛口甘口中辛っていうのがね、多分分かる人には分かると思うんですよ。私も韓国好きな友達よくね、レベル何とかっていう風な感じで議論し合ってるんですけれども、まあ、サクッと見れるね、ドラマをね、こう何度も見てこうキュンキュンするっていうのもすごく生活を豊かにする一つだと思うので、ぜひ皆さんクオリティオブライフのために見ていただければいいんじゃないかなと思います。